PT クルーザーはアメリカの自動車メーカーであるクライスラー社が製造・販売していたハッチバック型の乗用車である。1930年代の名車クライスラーエアフローを近代的にアレンジし直した曲線を多用したデザインが特徴。担当デザイナーはブライアン・ネスビット。クライスラー・レオンなどに用いられていたクライスラー PL プラットフォームすなわち プラットフォームローをベースに開発されたが、最終的には上記の専用のプラットフォームを採用。もともとはプリムスブランドより発売される計画だったが、初版の事情により、クライスラーブランドでの発表、発売となった。日本国内に投入されるモデルのハンドル位置は全て右ハンドルのみで、過去に左ハンドルのみの GT とカブリオがあったが、 GT は2007年モデルで廃止になり、カブリオも2007年モデルで、右ハンドルになったものの、2008年モデルにて廃止になった。なお、米国においては、後部が暗、窓仕様のサンドアバン、パネルクルーザーもラインナップされていた。その奇抜なデザインとは裏腹に、室内空間は、緻密に設計されており、快適で車両感覚もつかみやすく、実用車として、抜かりはない。 コスト削減のためにインパネ中央部に集約されたパワーウィンドウスイッチも慣れれば意外と使いやすい。初期型で不評だったステアリング上のハザードスイッチも2006年のインパネ全面改良で使いやすい位置に変更された。ヘッドランプのバルブ交換はエンジンルームからではなくフロントのインナーフェンダーにあるカバーを外して交換するため作業性はあまり良くない。また、 前輪の切れ角が少なく、最小回転半径は6.2メートルもあり、C セグメント相当の大きさの車としては、小回りが効かない部類に入る。二度はコンバーチブル舞浜リゾートキャブで運用されていた、車両2002年に、千葉県浦安市にある、京成電鉄グループのタクシー会社である舞浜リゾートキャブが、看板車両として10台導入、主に、 東京ディズニーリゾート周辺で活躍し、そのファニーなデザインにゆえ、利用客からも評判が良かったが、耐久性不足により故障が頻発するなどして2007年までにすべて退役し、現在はクラウンコンフォートもしくはクラウンセダンに集約されている。首都圏の個人タクシーや岡山県の平和タクシーでも、金賞だが導入されていた。公式には、PT は、 パーソナルトランスポーテーションの略であるが、クライスラー PT プラットフォームもしくはプラットフォーム、トールの略でもある。また、PT は開発時のコードネームでもあった。ありがとうございます。